お元気ですか、ボクシミです。今回は広島東洋カープベースボールカード開封動画後編の9パックやっていきたいと思います。 BBM2023 でございます。で、やる前にですね、一つね、お詫びがございまして、前編のですね、9パックあげたんですが、9パックですね、実は2枚で、ね、抜けていたのがありましたのでね、この後編の方でね、やっていきたいと思います。森浦大輔投手ですねと、ホットブラッドの秋山翔吾外野手でございます。はい、大変失礼いたしました。では改めてね、後編の9パックやっていきたいと思います。ではいきます。後編の1パック開けたいと思います。で、背番号63のセリフですね、西川龍馬外野手と内田翔太内野手のこれカードでございます。で、ネクストステージですかね、韮澤優也内野手のこちらね、はい、カードでございます。こちらがね、120枚限定でございます。120分の39となっております。はい、続けていきたいと思います。琴ノ海と内野手のキラでございます。岡田秋武投手でございます。コルニエル投手でございます。で、菊池涼介内野手のカードでございます。小林達人投手でございます。続いて、2パック開けたいと思います。あ、ごめんなさい、失礼いたしました。で、ね、では開けたいと思います。高橋光也投手でございます。栗アレン投手でございます。で、韮澤優也内野手のネクストステージ、こちらがね、本来のねカードでございます。秋山翔吾外野手のこちらキラでございます。中崎翔太投手でございます。二俣翔一内野手でございます。矢野正也内野手でございます。三袋目でございます。中村優太投手でございます。韮澤優也内野手でございます。清水かなと捕手でございます。デビッドソン内野手でございます。曽根海星内野手でございます。堀江敦也投手でございます。アンダーソン投手でございます。4袋目でございます。玉村翔吾投手でございます。で、直筆サインカードね、すごいの出ました。菊池涼介内野手のこれシルバーでしょうかね、直筆サインカードが出ました。で、こちらがですね、なんとですね、9分の3でございます。これまたね、えらいの来ました。楽天ね、楽天編以来でございます。で、続けていきたいと思います。野村祐介投手でございます。矢野正也内野手でございます。で、野間隆義、外野手でございます。で、スライディでございます。西川龍馬、外野手でございます。5パック目開けたいと思います。
遠藤敦史投手でございます。でスペシャルカードですけどね、クリアレン投手のカードでございます。森浦大輔投手でございます。で西川龍馬外野手のカードでございます。ターリー投手でございます。中崎翔太投手でございます。中村健人外野手でございます。はい、6パック目でございます。栗林洋次投手でございます。で堂林翔太内野手のカードでございます。松山隆平外野手でございます。長谷部銀次投手でございます。相澤翼捕手でございます。小園海斗内野手でございます。磯村義孝捕手でございます。7袋目でございます。上本隆内野手です。斉藤裕太投手でございます。森下正人投手でございます。秋山翔吾外野手のカードでございます。岡田秋武投手でございます。末金翔太外野手です。で堀江敦也投手でございます。8袋目でございます。松本龍也投手でございます。でホットブラッドクリアレン投手でございます。で田中康介内野手でございます。平でございます。大道春樹投手でございます。常谷翔太外野手です。松田竹下投手でございます。新井貴浩監督でございます。で最後の9パック目でございます。森下、これは投手のねカードでございます。林光太内野手でございます。遠藤敦史投手のキラでございます。で菊池涼介内野手のカードでございます。田村俊介外野手です。ターリー投手です。そして最後に高倉翔吾捕手でございます。以上で BBM2023 広島東洋カープベースボールカード開封動画後編の9パック終わりたいと思います。やっぱりねこちらでしょうね。この直筆サインカードはね私の衝撃でございます。さっき言った通りね楽天の時以来の縦のシルバーでございます。で次はですね多分中日ドラゴンズ編か横浜 DeNA ベイスターズ編のどっちかをねやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、メンバーシップ限定では、よりマニアックな開封動画も上げておりますので、興味のある方は、ぜひよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは、皆様にお任せします。ありがとうございました。